こんにちは、花山さん。 89.5 はね、よく見てくださいました。私は実はもうすでにね、2名というか2つの家庭に、2年間にわたってちょっと支援をしてるんですけども、直接会ったことはないんですよ。会わないようにしないといけないなと思いますし、いろんなね、人間関係、こう気持ちがありますからね。ただ単に求められてるのは生活費ですからね。だからお金を渡すだけでよくって、でそこにはね、会うっていう関係は私はあえて持ち込まないようにしてるんですけども、よくね、社会がそういうことをやらないととかね、みんな言うんですよ。その社会がとかね、受け入れ体制を社会が作っていかないといけないっていうのは、これね、ものすごい無責任だなと思うんですよね。もちろん責任を持てばいいってもんでもないんですけども、なんかね、できることがあるんではないかなと。苦しみを知っている、悲しみを知っているのにそれを素通りすることが果たして、日本男児として恥じる行動ではないのかなと思ったりね。だからといってね、何でもかんでも寄付すればいいってもんでもないと思いますし、それこそまずは我が身ありきですから、なかなかそこまでできないよねっていうふうに、ね、なると思うんですよ。でもやっぱりそこですよね。なかなかそうはいかないよねっていうところを突破するからこそ、今こうしていられるんだろうなと思うときに、一つずつね、前に進んでいきたいなと思いますね。それは、なんと言いますかね、ちょっと前なんですけども、そのクレクレ星人っていうね、そんなコメントがコメントの中に書いてあったんですよ。クレクレ星人がどうだとかね、嫌だとかね、そういうことを書いてる方がいて、久々にこのクレクレ星人って出たなと思ったんですよ。でも果たしてね、そのクレクレ星人と言って切り離していいのかなと、やっぱ思っちゃうんですよね。クレクレ大いに結構じゃないかと思うんですよ。そこには求められているということなんですね。ください、ちょうだい、お願いしますと求められている時に、なんかやってあげたいなと思うのは人情だと思うんですよ。なんだよ、クレクレ星人かよみたいなね、そういうふうな発想を持つ人に限ってクレクレ星人にすらクレと言われないと、いろいろと考え方がね、前後するところはあるんですけども、単純に困ってる人がいて助けた方がいいだろうなと思う、その第一感情に素直に行動すればいいのかなと。なかなか自分にはその力量ないですよっていうふうな言葉も飛び出してくると思いますけども、そういう方は黙って見てればいいんじゃないかなと思うんですよね。俺がやんなくちゃと思う人が動くだけでだいぶ変わると思うんですよ。それこそね、社会がそういう風になればいいよねっていう風に、考えて終わるんじゃなくて、いや自分も社会の一員だなと、どこの誰か分かんないけど、とにかくできることはやってみようかっていうね、そういうことがもうちょっと集まればいいのかなと。でどんな大事業もきっと一人ではねできないんですけども、同時にどんな大事業も一人から始まってるんだよねっていうところですね。というところでね、花屋龍馬さんもそういうことを進めてくださるみたいなんで、ちょっとはね、なんか置き土産ができたかなと感じているところです。稼げているってことは、皆さんのおかげですからね。どんな大企業も消費者さんがいらっしゃるから大企業になったわけで、自力で大きくなったわけじゃないと思うんですよ。ですんで、どのぐらいの割合か分かんないけども、ここまで来させてもらったそのお礼をね、直接関わりのある人、直接関わりのない方、そんなこと関係なしに、困ってる人がいるなと思ったら、何かできることがあったらね、全員ではなくてもいいんで、最初の1人2人ぐらいからやってみればいいんじゃないかなと思うんですよ。この前ね、その25万円プレゼントしたんですけども、助かったんじゃないかなと思うんですよね、少しでも。だから今日明日救ってどうなるっていうね、また反対論があるんですけども、今日明日すら救わないお前はどうなるんだとも思います。昔ね、一休さんと和尚さん、この2人の会話がありました。世の中がね、
もう非常に貧しくって大飢饉で食べるものがないと。そこで一休さんは宅発したお米やねお餅を目の前にいるお母さんと子供2人ともねお腹空いて困ってるんですよ。その人たちに和尚さんこれ分けていいでしょうかって言うんですよね。うん、で分けてやれっていうふうに和尚さんは言うんですね。でもその後で帰り道に和尚さんは一休に、言うわけですよ。一休とかわいそうに思って自分の食べ物を分けてあげる、お前の気持ちはよくわかる。でもあの親子、明日もお腹は空くぞ、それはどうする、明後日はどうする、他の人はどうするっていうふうに言ってくるんですよね。さあ一休さんはこうどんどん、涙ぐんでくるわけですよ。何もできませんと。そうだろうと、坊主のお前にできるのは仏に仕え、仏に祈ることだけだ、まあそんな形でね、どういうふうなオチになったか分かんないんですけども、そんなこと言われてましたね。確かに今日助けられても明日はどうするって問題があるんですよ。でもそれでもね、目の前に困った人がいたら助けざるを得ないじゃないかと思うんですよね。まあ、ここは大いなる葛藤ですね。私が思うのはね、今日は何とかしてあげれた、明日は他の人がそれをしてあげてくれないかなってことなんですよ。そして順番に一人の人に、多くの人が順番に手を差し伸べることによってずっと続いていくのかなと。まあ、ワンフォアオール、オールフォアワンっていう感じですね。で、終わりです、今日は、これが第90話ですね。じゃあ90話に組み込みましたよ。では、いってらっしゃい。